微生物を培養するためのインキュベーター高温層とは、科学実験で用いられる器具の一種。長時間一定温度に保つことができるような制御を施した容器である。主に、層内部の温度を一定に保つため、周囲環境からの温度変化の影響を防ぐことができる構造になっている。高温層としては、主に次のような種類がある。なお、オートクレイブは一定温度に保つが、 そうではなく釜の構造であるため、通常、高温層とは言わない。高温水層は、液体を貯める層に、温度計と連動したスイッチやサーモスタットにより、自動的に ON オフされるように電熱器やクーラーを取り付け、層内部の液温を一定に保つように制御できるようにした容器である。高温乾燥機は、乾燥させる試験や、単に実験器具や、 知りかげる糖を乾燥させるのに用いられる。また、摂氏180度程度の高温で動作する高温乾燥機は、生物学や微生物学などの処分野で、関熱滅菌にも用いられる。環境試験機とは、高温だけでなく、湿度を一定に保つことができる機器や、温度を一定の間隔で繰り返し上昇、高温、加工などの細かな制御を行うことができる機器で、 別名サイクル試験機とも言われる。間違えて環境試験機というと環境測定の様々な機器を含む場合があり、名称には注意が必要である。用途としては製品開発時の様々な環境を想定した過酷試験に利用される。対環境試験等。高温高質層は主に試験環境において湿度の条件を満たす必要があるとき使用されます。 特にフィルムや繊維などの湿度の変化に敏感な素材の強度試験を行う際には湿度環境の構築は温度環境同様に不可欠な条件とも言える。箱型よりも大きな規模のものは一つの部屋あるいは区画になるので高温層などと言わずに高温室と呼ばれる。高温層の種類や規模に応じて様々なメーカーが存在する。主に 次のような製造業者がある。ありがとうございます。